はい、どうもバンバです。12月24日クリスマスですね。でもね、まあアメリカではまだちょっと1日ずれてるので23日ということで今日の試合行われてましたけれども、ウォリアーズが5連勝ですね。トレイルブレイザーズに106対126で勝利して、ウォリアーズ5連勝ということで、まあドレイモンド・グリーンがねいなくなってから5連勝というのはもう間違いなくね、関係ないとは言えないでしょうけど、スタメンも変わりましてね、後ほど話したいと思いますが、一番のね変化はブランディン・ポジェムスキーがスタメンに入りまして、ルーキーですよ。サンタクララ大学出身のスティーブ・ナッシュと同じ出身校で、ケボン・ルーニーと横にねドレイモンドを並べていましたが、ウォリアーズはそれに代わってジョナサン・クミンガもスタメンに入り、すごい好調ですよ。5連勝でクレイ・トンプソンのねシューティングもかなり返ってきていますし、一番ね僕が強調したいのは控えビッグマンの、これまたルーキーなんですけれどね、今年のブランディン・ポジェムスキーと一緒に取られた、トレイス・ジャクソン・デイビスという TJD と訳されますね。 TJD 彼素晴らしいですよ。八村君とね同期のブランドン・クラーク、ゴンザガ大学で彼と一緒にプレーしていましたけど、八村君とね、彼ブランドン・クラークにすごい似てて、プレースタイルがもう身体能力とすごくもう IQ が高いからいいところにいるんですよね。ジェイレン・ブラウンをセルティック戦ではもう2回ブロックして、勝利の貢献、立役者になりましたし、これでね今日の試合はまあダブルダブルはしてませんが、もう3試合4試合ぐらい連続で活躍していて、前回のワシントン・ウィザー戦で10得点15リバウンド3アシストというね素晴らしい活躍を24分でやって、彼が素晴らしいんですよ。そんな彼がさ NBA ドラフトだとね57位指名だったの。そうで俺ちょっとありえないなと思って、なんでかっていうと彼まあ大学時代からまあ少し小さめのねセンターとしてはまあ2メートル11、2メートル13、ビクター・ウェンバヤマに関しては2メートル24がひしめくね、センターの NBA の世界で、まあ彼は2メートル5センチと比較的もう機動力に頼るタイプのねセンターだったんですけれども、大学時代もさ平均20、ちょっと昨日ね私ツイートしたんでこれね見ていただきたいんだけど、平均20得点約20得点10リバウンド 2.9 ブロックをやってて、4年間大学に行ってたプレイヤーなんですよ TJD は。そうで4年間大学に行った NBA プレイヤーってさ、もう皆さん NBA をこれだけ見られるとわかるけど、 NBA ドラフトの時にルーキープレイヤーよりなんか優先度が低くなるのね。なんでかっていうと、まあ大学を1年で辞めて NBA に行くプレイヤーっていうのは、まあ、まだまだこれからね大学4年行ったプレイヤーよりも完成度的にはもう間違いなく劣ってるけど、3年間 NBA で鍛えればまあ上回れるでしょう。こいつのポテンシャルはやばい、もうポテンシャル勝負の世界って言われているので、やっぱり上位指名はね18歳19歳のプレイヤーがどんどんと並んでいくわけで、もちろんそれはね間違いないとは思うんだけど、もったいないなとは思いますね。こういう大学時代ねもうすでにさこんだけうまいですよっていうのが証明されきってる選手をなぜドラフトしないのかっていうのは俺はもったいなすぎると思ってて、それこそねいろんな選手がさ若いからっつって取られて、ポテンシャルで取られたけど、まあやっぱりその大学1年行ってで大学4年間行っても完成されてる選手まで3年ね、彼らはまあお釣りじゃないですけれども、まあ鍛える時間が NBA であるということで3年間 NBA のシーズンで過ごしてみたけど、やっぱりダメだったってパターンはあるじゃないですか。大学1年生の頃からあまり伸びなかったってパターンはあって、結局それが NBA ではバスト、まあチリとかねそういうまあそういう感じですけれども、まあ失敗作と言われてしまうことにまあなりますよ。なんですけど、まあこの TJD はねちょっとウォリアーズに渡してはいけないね、危険なもう本当にルーキーだったなと思っていて、デズモンド・ベインもさ今グリズリーズでジャーモラント帰ってきましたよ。あとで今週の NBA でも話しますけれども、いやー本当にデズモンド・ベインもさジャーモラントの横に並ぶグリズリーズのもうエースバックコートですよ。今シーズンはオールスター行くんじゃないかな。そんな選手も大学4年間行ってもう完成されきってたんですよ。大学時代も本当にもう3ずっと4割超えてるような素晴らしいシューターで、
なんだけども、やっぱり4年間ということで、いやまあこいつのがいいかなつって若い選手を取っちゃったチームがもう絶望的に後悔している AKA ダラスマーベリックスなんですけれどもね、ジョシュ・グリーンを僕たちは指名して、まあ彼はねデズモンド・ベインよりまあ3年若かったんでどうなのかなと思いましたけど、まあベインは多分越せないでしょう。もうこれはもう認めるしかないですね、っていうことがもう各チーム起こってるわけです。だから僕が言いたいのは、もちろんね、なんかこれすごい全世界に通ずると思うのよ。なんか役者とかさ、まあそのね、なんかあとあれよね、モデルさんとかもさ、すごくまあ年齢って言われてる世界だし、 NBA も結構その、もちろんスポーツだからね、年齢って言われてることだけど、なんかこの現状をね、やっぱりもう大学時代で証明しきった選手たちが活躍していくことによって、もう軽んじる風潮がなくなっていってほしいなと思いますね。あ、もう大学4年間行って、もう君もう21、22みたいな、あーそっかそっか、じゃあちょっとまあちょっと伸びしろはもうないかもねみたいな、いやあるんだよデズモンド・ベインみたいに、こうやってトレイス・ジャクソン・デイビスみたいに覚醒しちゃう場合だってあるんだから、ぜひね NBA のチームの GM はね、ちょっと賢い判断をしてくれるといいなと思います。大学時代完成したプレイヤーはもうそのまま、もうちゃんと、もちろんそれで失敗する場合もあるけどね。はい、ということでちょっとトレイス・ジャクソン・デイビスについて熱い思いを語ってしまいましたが、彼はちょっと僕はウォリアーズ、君たちはもうちゃんとミニッツ上げた方がいいぞ。ドレイモンド帰ってきても正直インパクトとしてはドレイモンド、ケボン・ルーニーの日じゃないのでね、もうぜひどんどんともう若手を活用してさ、もう結果に出始めてるんだから、こうやって5連勝つってね、ウォリアーズはこのいい波に乗ってってほしいと思います。さあ早速いきましょう、今週の NBA。このコーナーでは今週起こった主な NBA の出来事を視聴者さんのメールで振り返っていくというコーナーでございます。まあ今週はね、あのことについて話さなきゃでしょうというのを、やっぱりこの優秀なねリスナーの皆さんは分かってくれていましたよ。早速メール読んでいきたいと思います。アメリカルイジアナ在住、ラジオネームミキ、はじめまして。いつも動画を楽しませていただいている少数派という女子リスナーです。私にとって今週の NBA といえば、やはりジャーモラントの復帰です。復帰戦の相手は私の応援するニューオーリンズ・ペリカンズ。前半はペリカンズペースで最大24点差。やはり25試合出場停止のブランクは大きく、チームと息もまだ合わないんだろうなと思っていたら、後半から怒涛の巻き返し、誰もジャーを止められていませんでした。そして最後はジャーのブザービーター。応援するペリカンズの不甲斐ない敗戦は悔しかったですが、最後のシュートを決めた後、チームメートに囲まれているジャーの姿に、彼の再スタートはこれで良かったんだ、素晴らしい再スタートで本当に良かったと心から思いました。ザイオンにジャニー、2019年ドラフト組はいろいろと問題が多いですが、まだまだ若い2人にこれからの NBA を牽引していってほしいと思います。長々と失礼いたしました。お体に気をつけてこれからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。やっぱりこのジャーモラント、今週はね顔ですよね NBA の。まだまだお便り来ていて、京都府ラジオネームよし、バンバさんこんばんは。ラジオも第5回になりましたが、毎週楽しみに聞かせていただいています。今週の NBA の個人的ナンバーワントピックはジャーの復帰です。試合前から相手がザイオンのいるペリカンズということもあり、楽しみにしていましたが、期待を軽く超えていく活躍で脱帽しました。オフコートの問題でいろいろと言われていましたが、やはり彼のプレーを見るとジャーが好きなんだなと再認識しました。これからはしっかりとオフコートでも大人になり、 NBA の顔になっていってほしいです。やっぱり NBA もさ、もう分かってるよね。このジャが25試合出場停止になるってシーズン前から分かってて、スケジュール発表する前とかにさ、これ25試合開けた26試合目、絶対これね、僕ザイオンとジャのカードをもうちゃんとプランして組んでたと思うのよ。だってやっぱジャの一番のライバルって言ったらさ、もうザイオン・ウィリアムソンじゃないですか。同じね、八村君もドラフトされた2019年のまあ全体1位指名がザイオン・ウィリアムソンで、もうこれはもう誰もがそうだろうと思っててさ、当てたペリカンズはもう大喜びしてましたけど、2位指名がねジャー・モラントですよ。正直ここまでの NBA でのインパクトで言うと、もうジャーが圧倒的に上回ってきていて、やっぱプレーオフもそうですしね、ザイオンはその一方やっぱり今契約をまあ延長された契約とかにもさ、体のねそのメンテナンスだったりとか、
体脂肪率の条項だったりとか、体脂肪率が例えばこれ以下で抑えなさいとかさ、じゃないと罰金とか、じゃないと払わないとか、あれですよ、試合数がまあ昨シーズンも全然ね、数十試合しかプレーできなかったので、もしそれが規定に満たない場合はサラリーがまた減額されるみたいなさ、とにかくもう彼の健康面に配慮しまくってさ、まあやっぱりもうこのザイオンとジャっていうのはもう本当にライバルで楽しかったですよね、あの試合は。ジャも持ってるよね、このジャが帰ってきてからのさ、このペリカンズ戦もそうだし、そこからグリズリーズいきなりもう2連勝ですよ。もともとグリズリーズジャがいない時からさ、もう本当にディフェンスはもう素晴らしい選手、結構スティーブン・アダムスがねいないとはいえど素晴らしいディフェンシブチームだったわけですから、そこにもうオフェンスが足りなくて勝てない、そりゃそうだジャがいないってとこに帰ってきてくれてね、素晴らしいスーパースターパワーを見せつけてくれましたよね。あの試合はもう皆さんまだ今週チェックしてなかったら、ぜひハイライトでもいいのでチェックしてみてください。続きまして、あ、これも復帰系の話題かな。千葉県ラジオネームベイさん、バンバさんこんにちは。いつも仕事の行く途中に聞いています。今週嬉しかったのはついにタイラーヒーローが帰ってきたことです。今年いいシーズンを送ってる中、グリズリーズ戦で負傷して復帰後にパフォーマンスが落ちてたらどうしようと思っていました。しかし復帰戦のウルブス戦でチーム最多の25得点、3試合目のホークス戦では30得点を叩き出し、怪我の影響を感じない試合ぶりを見て安心しました。毎年トレードの対象になりながらも、その次の年には成長を見せて今年こそオールスターに選ばれてほしいです。僕はヒーローはマイアミのフランチャイズプレイヤーになれると思いますし、やはりヒーロー抜きでマイアミの NBA チャンピオンはないと思っています。今年はそのための過程だと思うので、ここでしっかり結果を出してほしいと思います。そして地味にリングを、ということで、タイラーヒーローもね、長い間ちょっと今シーズンまた欠場が続いていたんですけれども、ついに帰ってきましたよ。ジミーも結構今シーズンの初めね、タイラーヒーローに結構まあ譲るじゃないですけど、結構そのオフェンスをね任せる部分も結構あってさ、ヒーロー素晴らしいですよね今シーズン。やっぱりもちろんそのタイラーヒーロー系っていうとさ、 NBA でいうとあのプレースタイルとか役割とかが似てるのは、もちろんちょっと前のジョーダン、あのウォリアーズのジョーダン・プールだったり、あとはブレイザーズのアンファニー・サイモンズだったり、あとはシカゴブルズのコービー・ホワイトもね、今そうなってきてますよね。コービー・ホワイトはもうやっぱその中でもかなり来てる方かな。まあそのベンチからのマイクロウェーブ、もう電子レンジでチンしてすぐ行けるぐらいのねスピードで行けるマイクロウェーブスコアラーとしてヒーローもやってるけどさ、やっぱりもう比較対象がさ、ケンタッキー大学の時代からもうデビン・ブッカーを尊敬して、デビン・ブッカーみたいに素晴らしいシューターとしてさ、タフなホワイトボーイプレイヤーとしてやってきたからにはね、やっぱりもうこのただのスコアラーじゃなくて、もう一皮むけてさ、ブッカーみたいな選手になっていってほしいですよね。今ああやってポイントガードも務められる、ちょっとまだまだねミスも多いところはありますが、まあまあまあクリス・ポールがいなくなってポイントガードを初めてやる1年目なので上々でしょう。本当にこれからやっぱヒートはさ、デイミアン・リラードをね取り逃したということで、またやっぱり優勝のためにもうワンピース取りに行く動きに出るんじゃないかなと思っていますが、そんな時にいつもね、デイミアン・リラードの時もそうでしたけど、やっぱりヒーローはトレード対象になってしまうんですよね。価値が一番その若いということで、しかもまあポテンシャルがあるということで高いのでね、向こうも欲しがるわけで、いやーぜひねヒーローには活躍してほしいですね。ちょっと怪我がね心配だけどね、大事なところでちょっと最近プレーオフも出れてなかったり、今シーズンもちょっと始めいなかったりでね、ぜひ健康なシーズンを送ってほしいと思います。もう1年目でスーパースターポテンシャルはもう見せてると思うので。兵庫県ラジオネームモンキージョージ、こんにちは。初めてメールを送らせてもらいます。少し前の話ですが、アンドリュー・ウィギンズがベンチ出場になってしまいました。クレイ・トンプソンやドレイモンドの問題はある程度わかりやすいですが、あそこまででアンドリュー・ウィギンズが不調な理由がわかりません。衰えるような年齢でもなければセレクションが悪いわけでもないと思います。バンバさん考察を聞きたいです、ということで、アンドリュー・ウィギンズがかなり不調ということでスタメンからね今下げられて、ブランディン・ポジェムスキーが代わりにねルーキーに、あのルーキーですけれどもスタメンを奪われてしまったという状況になっておりますと。まあこれはもう誰にもわかんないですけど、一つはね、まあイップスとかも言われてますよね、そのシュートタッチ戻らないとか。でも誰もわかんないよ、けどやっぱり昨シーズンもさ、ウィギンズってプレーオフ前かなり長い間ちょっとオフコートでの問題でね何があったかわかんないよ、
一部ではまあ結婚相手とのねかなりやばいドロドロの問題ということで精神を病んじゃったってことも言われていましたけれども、かなり長い間ちょっとウォリアーズから離れてたじゃないですか。やっぱりねオフコートでの問題が何かやっぱり引き続きね今シーズンにもやっぱ影響を与えちゃってるのかなと思いますよ。本当にモンキー・ジョージさんがおっしゃるように衰えるような年齢もなければセレクションが悪いわけでもないし、もう今シーズンキャリア10年目のベテランですからね、28歳、これから9歳かな、うん、になるとはいえど、でもやっぱりウォリアーズのこの躍進を見てるとさ、一回やっぱベンチでスタメンからまあ下ろしてでもちょっとなんだろうね、シュートタッチ取り戻すまでじゃないですけれども、自信を取り戻すまででもないですけど、ちょっと様子見た方がいいなと思いますよね。この5連勝はやっぱりドレイモンドを下げて、ジョナサン・クミンが彼を入れたこと、そしてアンドリュー・ウィギンズを下げて、あれですよ、ブランディン・ポジェムスキーを入れたこと、このやっぱ2つのムーブはでかいなと思ってるのでね、うん、そうね。でもまあやっぱりそのあれらしいですよ、ジェリー・ウェスト、 NBA のロゴになってるロゴマンですよね。彼でもシュートめちゃくちゃうまいと言われてたね、 NBA の歴代得点王ランキングでも平均得点でもかなりすごいところを叩き出してたこともあったジェリー・ウエストでも、1シーズンなんかすごくねシュートが入らない年が結構あったらしいんですよ。それはもう何が原因か分かんないけど、まあでも監督はやっぱさ、なんでだろう、まあ入るだろうと思うから元通りの役割と元通りのミニッツを与えると、でもシュートは決まらない、だけど次のシーズン、まあケロッとそれがまた元通りのね、確率に戻っていたってこともあるので、やっぱり、しばらくスティーブ・カーもさ、このアンドリュー・ウィギンスを入れたラインナップを崩さなかったじゃないですか、スタメンからね。うん。かたくなに崩さなかったけど、やっぱそのプレッシャーもね、やっぱシュートが入ってない中、あったんじゃないかな。結構今シーズンはボディーランゲージもアンドリュー・ウィギンス結構出てる気がしちゃうなって思ってるので、その辺をね、やっぱベンチで一回様子見て、ちょっと調子も上がってきてるしね、今ベンチで。続きまして、大阪府ラジオネーム、ジャベール・マギーのハムストリング。バンマさん、こんにちは。いつも動画拝見しております。今回は、ここ最近のブルズの躍進について聞きたいです。ということで、シカゴブルズ、ちょっと調子いいんだよね、最近。うん。3連勝をね、最近しまして、その中でシクサーズを一回ブルズ破っていましたよね、この間。ジョエル・エンビードもプレイしている。やっぱこのね、まあ今ザック・ラビーンがね、ブルーズのまあ2大エースはデマー・デローザン、ザック・ラビーン、この2枚看板でやってたザック・ラビーンが今ちょっと長期欠場になっているわけですけれども、この間やっぱりかなり成長してるのは、前回のラジオでも話したね、ワーオワーオワーオのコービー・ホワイト、この顔が可愛すぎるアフロがね、今もう素晴らしいスコアラーとして3ポイントがとんでもなく入る、しかもドライブでも点を取れるようになった、力強いフィニッシュもできるようになった、素晴らしいスコアラーに成長している。まずこれがやっぱねでかいなって思うのと、もう一つはやっぱりザック・ラビンがいなくなって、このニコラ・ブーチェビッチというね、元オールスターですよ。うん、彼は確かあれじゃないかな、クロアチア、あ、モンテネグロだ、ごめん、モンテネグロ出身のね、ヨーロッパ NBA プレイヤーなんですけど、まあ、ドマンタス・サボーニスとかね、タイプは結構ちょっともちろん違いますけど似てる方なんじゃないかなと思ってます。そう、リバウンドも強いしパスもうまいビッグマンだったんですよね、昔から。オーランドマジックでプレイしていた時はもうフランチャイズプレイヤーになるかと思いましたが、ブルズが電撃トレードをして結果的にはニコラ・ブーチェビッチで取った指名権がフランツ・ワグナー、そしてジェット・ハワードにオーランドマジックではなりまして、今そちらはそちらでフランツ・ワグナーはね、マジックで2枚看板を張っているということでございますけれども、まあそれをなった時はさ、今シーズンフランツ・ワグナーが20得点超え平均のね、素晴らしいバランスの取れた若い、もうね、まあ僕の動画でもほぼドンチッチみたいな感じで説明させていただいたこともあったけど、まあ素晴らしいプレイヤーですよ。うん、なんだけどそれに変わった時はブーチェビッチ大丈夫かな、取ったブルズは失敗なんじゃないかって言われてて、もちろんまだそれはね、トレードがまあこれからそのシカゴブルズがいずれはさ、もしかしたらブーチェビッチを出すってことがあった時に、まあその勝敗は決まると思うんだけれども、このブーチェビッチがやっぱザック・ラビンがいない間いいね、
今結構このブーチェビッチでブルーズオフェンス作ってるんじゃない、作ってるのよ本当に。ブーチェビッチをハイポストに置いてさ、預けてハンドオフとかでねもらって、ガードがさコビーホワイトだったりアイオドスムだったりアレックスカルーソー、ガード多いからねこのチーム、うん、まあもらって、あとパトリックウィリアムスとかもねたまにまあハンドオフでもらって、そこからプルアップだったり、ブーチに戻したりとかドライブで行ったりとか、やっぱりブーチェビッチがオフェンスの脅威としているんですよね彼が。うん、このオフェンスのね方式はやっぱニコラ・ヨキッチとジャマル・マレー、これをいろんなチーム参考にしてるんですよ。それこそこの前ねこのシカゴブルズが倒したセブンティシクサーズだって、今タイリース・マキシーとジョエル・エンビードがねもうほぼニコラ・ヨキッチとジャマル・マレーがやってるさオフェンスのもうあの形ですよ。ハイポストでジョエル・エンビードが持ってマキシーに渡していければシュートだし、ジョエルに渡してそこからワンオンワンだったり、そこからまたパスだったりね、もうあれだけオフェンス能力が高いビッグマンがいればもう何でも可能になっちゃうっていう。俺ね本当はこのスタイルがやっぱ今 NBA 一番強いんじゃないかなと思ってて、やっぱそうね、だからドンチッチもねぜひ、本当は俺はもうめちゃくちゃいいビッグマン、支配的なビッグマンをまあライブリーは素晴らしくいいんだけど、まあそのライブリーはライブリーで、まあ、ディフェンシブなビッグマンだから、もっとオフェンシブな、まあ、パワーフォワード、センターどっちもいけるようなプレイヤーをさなんとかして取って、彼を中心にオフェンスやってほしいんだよね。こうやってね、ナゲッツのヨキッチとマレーとか、ウルズのブーチビッチとデローザンとかね、あとはあれだよさっき話したシクサーズのエンビードとマーキシーみたいにさ、その形を俺はねマブスでもやったらまたやっぱもうチームバスケになってくんじゃないかなと思うんだけどね。このブーチがやっぱザック・ラビンがいなくなったことですごい生き生きしてるなっていうのは見てて思います。うん、3もね32試合連続ですごい決めてた時もあってさ、3本ね2試合連続で決めてたことがありまして、ブッチねちょっと3ポイントは意外とねこの見た目で入らないんですよ。ヨーロッパ人ビッグマン入る印象はありますけどね、今シーズンもちょっと 30% を切っていて、この辺はまあやっぱり一時期は 40% で決めてたこともあったんで、まあ安定してくるとちょっとブルック・ロペスのような長寿プレイヤーになってくんじゃないと思いまかなと思いますけど、まだまだちょっとディフェンスで知られるプレイヤーではないのでね、まずはオフェンスでサボニスだったり、サボニスとフォックスもそのスタイルを取ってるよね、ナゲッツのヨキッチとマレーみたいにさ、うん、センター中心でハイポストで展開していくバスケ。でもザック・ラビンがやっぱりいないからさ、このブーチがやっぱオフェンスの今結構中心を担ってるなっていうのはブルーズ見てて思うし、デローザンもやっぱいいしさ、結構パトリック・ウィリアムズも伸びてきてるよね。うん、そうウダクダシュだってあるじゃない、やっぱりまあ英語で言うとしてたのにできたのにはずだったのにみたいなのは、まあ後悔ね表現として使えるけど、そのブルズのさウダクダシュダはやっぱりパトリック・ウィリアムズがを4位で指名したところ、あれを誰か別のその取れたんじゃないかなっていうところはねずっと後悔あるかもしれないけど、まあやっぱりもしこれから再建になっていくと思ったら、再建になっていくことになったら彼はそのね中心になっていくと思うし、その時にまたエースがいなくなった後の若手ってさどれぐらいできるのかって楽しみじゃないですか。うん、だから伸び伸びとやってるパトリック・ウィリアムスを僕は見てみたいし、どこまで彼がいけるのかなっていうのもちょっと見てみたいですね。最近はすごく安定してきてるのでパトリック・ウィリアムスのオフェンスがね。うん、ということで今週の NBA は以上です。さあ続いては視聴者の皆さんから募集していたですクリスマスについて移っていこうかなと思います。ですね、今日は24日ということで世間はクリスマス真っ只中であります。しかし我々バスケ民はですね、そんなもう世間でイチャつくカップルには目も向けずにバスケットボールにひたすら邁進するのでありますってことでねそういう皆さんのクリスマスエピソードだったり思い出のクリスマスゲームのエピソードを募集してまいりましたということで、たくさんおはがき送ってくださりありがとうございます。読んでいきましょうよ。神奈川県ラジオネーム生年月日だけ変えるクズマ、バーマさんこんにちは、こんばんは。動画ラジオいつも楽しく拝見しています。私の歴代クリスマスは夜勤夜勤夜勤でございます。そして今年も彼氏彼女と過ごす皆様が見る夜景の光の一つが私です。皆様の夜景綺麗の言葉のために今年もオフィスの光を灯していきます。でもいいこともあるんです。
日本時間で早朝のクリスマスゲームを無理せず観戦できるんですから。今年は午前2時のゲームから4本連続で盛り上がる予定です。もちろん一人で。泣かせるぜ。おい、俺も見てるよ、一人じゃねえよって思うよ。ほんとさ、夜景綺麗とか言ってるんだけど、あれはね、もう残業で頑張ってる日本のサラリーマンのもう魂の光なのよね。うん、小学校の時はさ、あれじゃん、なんか足速い男子がモテるとかあったじゃないですか。で、中学校になって、まあなんだ？なんかまあ顔かっこいいとかわからんけどね。ヤンキーがモテるとかか。そういうのあるけどさ、やっぱ大人になってくにつれ、その、まあモテの基準が変わります。変わるんじゃないかなと思うんですけど、俺ね、絶対この、一人をバカにする人とはね、ちょっと一緒にいたくないなと思うのよね。お前一人なの？クリボッチとかさ、なんだろう、一人の時間を大事にできるね、人でいたいよね、本当に。サッカーは友達の有名なね、キャプテン、P バサがちょっと一時期言っていましたけれども、思うのはやっぱりもうバスケは恋人ですよ、本当に。まあ嫌なことがあった時はさ、シュート練しに行くって人多いと思うのよね。なんかなんとなく今日は気合入んないな、シュート練しに行こうとか。もうバスケはずっともう俺たちとさ、気分関係なく一緒にいてくれるし、しかもまあ嫌なことがあった時はもうちょっと強くドリブルついて当たっちゃう時もあるよ。そんな時でもバスケットボールは一緒に俺たちといてくれてるわけだよ。なんか泣けてくるよな。俺バスケなかったらほんと人生違ったんだろうなって本当に最近思いますよ。うん、生年月日だけカール・クズマさん、ああかっけえよあんたは。クリスマスゲーム一緒に楽しみましょうね。いやー、いいおはがきですね。僕こういうの大好きなんですよ。ちょっと続きまして、北海道ラジオネームジョアオ。バンバさんこんにちは。いつも楽しく動画を拝見しております。このラジオも作業中や移動時間などに投稿されたらすぐに聞いています。さて、私の思い出のクリスマスゲームは、2016年のレブロン、カイリー、ラブ時代のキャブス対王朝ウォリアーズの試合です。自分がキャブスファンということもあり、あの試合はハイライトやフルゲームなど何度も見返していました。当時最強クラスのディフェンダーだったクレイの上からカイリーが逆転クラッチシュートを決めた場面は忘れません。お体に気をつけて動画投稿も役者業も頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。やっぱり結構この、代表するんですかね、このクリスマスゲームは。キャブスウォリアーズは結構来てましたよ。鳥取県ラジオネーム、カツボウ。バンバさんこんにちは。いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。私の思い出のクリスマスゲームは2016年のキャブス対ウォリアーズです。ファイナルでの奇跡の大逆転劇でキャブスが優勝した翌年の、クリスマスゲームです。前のファイナルでの激闘の後ということもあって、お互いのバチバチ感が画面越しでもひしひしと伝わってきました。内容も一進一退の攻防で、ファイナルさながらの緊張感でした。そんな中で試合を決めたのはまたしてもカイリー・アービングでした。残り数秒でクレイにぴったり守られた中でのターンアランドフェイダーウェイを決めた時は痺れました。当時のキャブス、レブロン、カイリーは大好きだったので今でも鮮明に覚えています。まだ見たことない人にはぜひハイライトでもいいので見てほしいです。長文読んでいただきありがとうございました。ということでね、たくさんこのカイリーレブロンラブ時代のウォリアー、キャブス対ウォリアーズのおはがきは来ていて、ちょっとこの2人をね代表してご紹介させていただきましたけれども、まあ本当にあのカイリーのフェイダーウェイ、ちょっとまだね見たことないよ、その時 NBA 見てなかったよって人は、2016ウォリアーズキャブスで出てくると思うけど、出てこなかったらクリスマスとか追加してさ、かっこよかったんだよね、あの時のユニフォームがさ、あのキャブスがもうすごいエンジ色だけので、ね、金字でさプリントされて、でウォリアーズも青にさ黄色が入ってて、すげえかっこいいユニフォームだったんだよな、あのクリスマス限定ので。あれをさ、クレイがもう当時はもうね、カリーに全注目がいく中で、この男は多分もうどのチームも一番欲しい、まあスーパースターロールプレイヤーだったんじゃないかなと思ってて、まあスーパースターですよ、要は。ディフェンスも素晴らしかったんだよね。スリーポイントはもうカリーがいなければ NBA ナンバーワンっていうレベルのシューターでありながら、ディフェンスでさ、カリーの横を固めてくれてたわけよ、このクレイが。あのカイリーのムーブに俺ついてってたクレイも今見て相当やばいなって思うんだよね。決めきったカイリーももちろんやばいけど、いや、クレイディフェンスえぐっていう。うん。もう 3&D はね、やっぱカワイ・レナードとこの、あれですよ、クレイ・トンプソンがね、やっぱもうこの時代を見てたら最初に思い浮かびますよね。うん、
まあこの2人はもうその概念を超えてスーパースタープレイヤーになったわけですがね、この試合はぜひ皆さんにも見てほしいよね。続きまして、大阪府ラジオネーム K 賞、 NBA2013 年ヒート対レイカーズ。個人的にはコービー対レブロンの試合を期待していましたが、残念ながらコービーが怪我で見れなかったのが辛いもの。前年に左アキレス腱の完全断裂を治しコートへ戻ってきましたが、再び怪我をしてしまいました。補足になりますが、当時半袖ユニフォームという斬新な感じだったので動きにくいのではという感じでした。レブロンによると動きにくいそうで、試合中別の試合になりますけど破いていたこともありましたね。スリーポイントが全然入らなかったのは確かですもんね。一応今でもレブロンのヒート時代の半袖ユニフォームを持っていますということで、そう、昔はね、こうやって半袖ユニフォームというのをですね、ちょっとクリスマスゲームらへんに導入していた、これちょっとシーズン通して結構導入してたことがあったんじゃないかな。これがダサかったのよね。わかんない、人によってはかっこいいっていうのかも。ちょっとキャバリアーズのあの黒はさ、かっこいいなと思いますけどね。あの黒に C って書いてあるやつ、あれはかっこよかったなと思いますけど、基本的にはもうマジでねパジャマなんですよ。プレイヤーにとってはさ、バスケのユニフォームって肩が出てるけど、やっぱり半袖になるとちょっとタッチが変わるとかさ、なんか肩がちょっと苦しいってことで、レブロンみたいなゴリゴリマッチョはあれ破いてましたよね。そう、継承さんが言う通り、いやー、コービー対レブロンの対決は本当にもうなんか毎回注目されていましたよね。だしやっぱオーランドマジックがさ勝ち上がった2009年の NBA ファイナル、あれもしオーランドマジックがさ、クリーブランドキャバリアーズ、当時レブロンがエースをやってましたけどを倒してなければ、あの年誰もが見たかったレブロン対コービーがイースト対ウエスト、キャバリアーズ対レイカーズで見れていたっていうことがね、 NBA ファンのまあすごいくだうだしゅらですよね、さっきの話したね。続きまして、大阪府ラジオネームダイヤモンドストーン、バンマさんこんにちは。このラジオシリーズが始まって毎回楽しみに聞かせてもらってます。個人的に思い出に残ってるクリスマスゲームは2019年のロケッツ対ウォリアーズのゲームです。まずこの対戦表を初めて見たとき、ロケッツのワンサイドゲームになってしまうなと思いました。なんといったってやはり当時のロケッツにはハーデンとラスという強力なバックコートデュオを擁する強いチームでした。対してウォリアーズは KD が抜けてクレイも怪我、まさかのカリーも怪我という状況でした。ですが試合が始まると意外にいい勝負となり、なんと接戦の末にウォリアーズが勝ちました。久しぶりにハイライトを見てみると、カイ・ボーマンとかマーキーズ・クリスなど懐かしい選手を思い出すと同時に、やはりウォリアーズはすごいチームなんだなと改めて認識しました。やっぱクリスマスゲームウォリアーズ多いよね。人気チームだからさ、あれ人気も実力も伴ってないとあのクリスマスゲームにそもそも選ばれないよね。我らがマーブスはちょっとドンチッチが来るまで苦しい選ばれない時期を長く過ごさせていただきましたが、羨ましいですね。いいね、懐かしいね。この頃のウォリアーズはマーブスでいうとさ、ウィリー・コーリー・スタインっていうでけえやつもいたよね。セブンフットワンでケンタッキー出身でさ、動けるビッグマンとしていけるかって感じだったけど、やはりトップ14のロッタリーピックでしたけど、やっぱり開花はしませんでしたね。なんか今ウィリコリーサインを見てるとさ、サイズと身体能力はうちのデリック・ライブリーと同じものをねすごい持ってると思うんですよ。変わらないからねその辺は。だけどやっぱりそのね、あれだけ NBA で大勢さ、身長も近い、それより自分よりでかいやつがもういっぱいいるような世界でさ、でけえやつがでけえやつをよりでかいやつを見るような世界で、やっぱり最後はもうメンタルなんだなっていうのはウィリコを見て思いましたね。だけどカイボーマンとかすごいプレイヤーですよね。それこそこの才能をさ、ハーデンとラスっていうもう NBA トップレベルのバックコートからさ、こんだけもうカリーもいない、クレイもいない、KD もいないっていうウォリアーズが一生取っちまうっていうのはさ、奇跡じゃないんだよね。どれだけバスケがもう本当にメンタルのもう勝ってやるっていうさ、ハッスルプレーとかさ、そういうのがもう試合を分けるかっていうのはもう才能以上にある瞬間もね、もちろん才能がでかいところもあるんだけど、こういう熱い選手を応援したくなる気持ちはわかるし、なんだかんだウォリアーズファンもさ、この2019年辛いシーズンだったと思うけど、その辛いシーズンを共にしたこのカイボーマンねとかは結構覚えてるんじゃないかなね。広島県ラジオネームリトルコービー、バンバさんこんにちは。いつも動画を楽しく拝見しています。私の NBA のクリスマスの思い出は2004年にコービーとヒートに行ってしまったシャクとの試合です。
コービーとシャックのお互いを思う気持ちが特にコービーには現れていて、僕はこの試合が好きです。また若かりし頃のドウェイン・ウェイドもいるのも歴史を感じられて好きです。ということでね、2004年といえばあれですよね、コービー・ブライアントとシャキール・オニール、歴代最高のデュオと言われていますけど、まあ3年スリーピートを達成しました。まあ3連覇ですよ。なかなかできたチームいませんよ。あの王朝ウォリアーズもできなかったし、やったのはやっぱりマイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズが2回とかね、もうそれぐらいやばい記録ですけど、まあ3連覇を成し遂げたコービーとシャックがめちゃめちゃ不仲だったのはね、皆さんももうご存知の通りだと思うんですけど、その不仲でさ、もうどっちかを選ばなきゃいけないっていう状況にまでなってしまってさ、あんなスーパースター2人残したいに決まってるけど、もうそれどころじゃなかった。あのコービーはもう本当にね、朝4時に起きてワークアウト行って寝て、また朝ごはんを食べて、またワークアウトに行って寝て、またワークアウトに行ってみたいな、もう練習の鬼ですから。シャックのあのさ、すごいムードメーカーでチームの雰囲気は良くなるけれども、練習とかちょっとね、あのめちゃくちゃ太ってオーバーウェイト気味で来ちゃったりとか、そういうもうなんだろうな、才能にもう頼りまくりな態度が許せなかったんでしょうね。努力の人だからコービーは。もちろんそれでさ、あれだけもうやってしまうシャックも化け物なんですけれどもね、うん、でもこの時もさ、ファイナル MVP はもう3年連続でシャキール・オニール、当然ですよね、化け物級の活躍でしたから。そんなすごい選手抜きじゃコービーはもう本当にリングは取れないんじゃないかっていうことをさ、もう言われていた文脈だったそうで、実際先にね、この2004年に移籍したシャックがあれなんですよ、ダラス・マーベリックスを打ち破ってコービーよりも先にもう一度ね、優勝を成し遂げまして、4回目の優勝を成し遂げるわけでございますけれども、そこでコービーはもうワンマンチームになって1人で30得点するも勝てないっていう状況が続いてたんだけど、パウ・ガソルがね、スペインのパウ・ガソルがやってきてくれたところから、やっぱコービーのキャリアも変わって、シャックを上回るリングお互いね、この優勝回数を競ってたと思うんだけど、まずは並んで2連覇で追い越して、今コービーはリング5個、シャックは4個ということでね、まあこれで正式にもうシャック抜きじゃ勝てないどころか、シャックのね、まあインパクトを、まあもうレイカーズで言うと、シャックはもちろんレジェンドであるけど、レイカーズのもう不動のレジェンド枠で言うと、もうコービーがやっぱりシャックより上にいるわけでね、え、すごいエピソードだよね。この頃はやっぱさ、すごいお互い不仲だったけど、お互い大人になった時のさ、僕もあのコビとシャクみたいな、あのグリとグラみたいなさ、パロディのあの動画で出したんだけど、僕もすごいあれね、昔出した動画で、コビとシャクで、あのバンバーとかで調べれば出てくると思うんだけど、あの動画お気に入りでさ、コビとシャクについてすごい話したんだけど、シャクがさ、言うのよ、コビ大人になってからね、あれでお前を追い抜いてやったぜみたいなさ、コービーがシャックをつつくわけですよ、あのジョークを交えながらね、5個目のリングを超えてやって、でお前を超えてやったよみたいな、したらシャックがもう引退してるんだけどね、いやまあじゃあそしたら俺は今からウォリアーズと10日間契約を結んでお前の5個目のリングを取ってやるわみたいなこと言っててさ、シャックめちゃくちゃ面白いなって、もうウォリアーズと10日間契約っていう発想が面白すぎるよね。当時強いですからね、チャンピオンシップにかけるならまずウォリアーズでしたからね。いやー、それで5個目ならチャンピオンに並んだら面白すぎますけれども、うん、ね、まあ、コービーも本当シャックもコービーの5個目のリングはずっともう目の上の単行部だったようで、最後までやっぱり晩年セルティックスにいたりさ、優勝狙えるチームであの5個目のリングって狙いましたけど、やっぱり叶いませんでしたよね。うん、でもこのそうクリスマスゲームでいうと、ちょっとこのクリスマスゲームもね、ぜひ僕も後でチェックしてみます。いやー、楽しみだね。ということでクリスマスのお便りは以上です。皆さんありがとうございました。来週はですね、今年最後の、まあ、動画になるんじゃないかと思います。ちょっとですね、まあ本当は、まあ、できればね、このラジオも出したいところで、てかまあここまで続いてきてるから出したいんだけども、このね、来週の日曜日はもしかするとブギーズのドキュメンタリーをパート3を出す日になるかもしれないので、その場合はそちらを優先して、まあ、月曜日かなんかにラジオは出せればいいかなと思っています。2023年一番皆さんが頑張ったことは何ですか？12月31日になったら今年はこんな1年だったなと思うと思うんだけど、
一番なんか撮影とかさ、いろいろ頑張ったなって思うのは、あのブギーズのドキュメンタリーの制作、もちろんプレイヤーたちがね頑張ったからこそあんないいドキュメンタリーにはなったっていうことで、あの彼らにあのシャラウトしたいんですけれども、あれはもうなかなか一人で撮影大変だったよ本当に。ああならね、その話とかも来週のラジオではできればいいかなと思ってるので、ぜひ来週のねラジオも注目してくれてると嬉しいです。そしてブギーズのドキュメンタリーまだ見てない人は俺たちの自信作でもあるので、あのパート1と2もチェックしてくれると嬉しいです。それでは来週のラジオでお会いしましょう。そして、もしかしたら良いお年になるかもしれないので言っておきます。良いお年を。